はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。古民家一人暮らししとるのほんちゃんの TV です。今回はですね、自宅裏庭の、木の剪定をしていこうかなと思います。で、自宅には剪定する主なね、道具、これでチンチンプチンじゃないよ。ほんで、場合によってはカズラがあるんで、こいつで鎌でぶった切って、で、なおかつ、ポッケに入ってました、ポッケに。小さなね、はい、これで切れる範囲で、こうやってプチンプチン切って、ほんで、ぶっとい木があったら、これでぶった切りたいと思います。ほんで、山奥ならではなんですけど、この時期ね、スズメバチがね、めっちゃくちゃ多いです。住宅街でもちらほら見えますけど、ここ言うてもね、すっげえ山奥なんで、スズメバチなんかザラにいます。ほんで、スズメバチともし遭遇した時のために、はい、スズメバチキラー、これで、ぶっかけて、退治したいと思います。そんなこんなで、レディーゴー。これ邪魔やな。これ邪魔やけど、もうこっか行ってまうか。これでまう。これガチで切ってますからね。枯れたね、サスケの木に。カズルが巻いついて、もうジャングルみたいになってるんで、伐採していきます。ここや。ところどころ邪魔くさいやつなんで、他なんはちょっと、もうこれ邪魔やな、これ邪魔やから、こいつ叩く。せーの、こっち、へちょって、もうけ、邪魔やな、お前。邪魔だってやん。おっちゃ、切れたな。あと、こいつ切ったら終わりなんだけどな。枯れたサスケがあるとね、他のサスケがダメなの。これだけで切ったけ。よっこいしょ。おりゃー。切ったほうがええ場合もあるし、まあ様々だね。様々。で、こういう小竹系はね、何本カットしてもね、次か次へニョキ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 って生えてくるしね、こいつら。最近ならんのよ、最近。で、カズレ系はもっと最近ならんですね。はい。この、見えます？この、シワが生えてるな。これ。これが、こいつが最近ならんのよ、こいつが。こいつがね、この
たすきの間にね、あの圧迫してね、他の木々や木を弱らせるね、こいつが。よいしょ。おい。まだ取れんか。耐えないし。耐えないし。まだ取れんか。あん。あいか。こいつはめんどくさいな、こいつは。よっしゃ。少し、ばらけてきたか。あと残りはこれだけだね。だだだだだだ。ふよ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 。疲れた時にはきっと。ここをね、一斉にね、あともう1、2メーター、奥だけ残して、こっから全面もみんなカットします。チャチャンパチャンね、カットできると思うでしょう。とこがどっかい。そういうわけにいかないんだな、これが。うん。そういうわけにいかないんだよ、これ。何の仕事でもそうですけど、足と腰を使わんとね、仕事できませんけどね。なるべくね、際から切ってやらんとね、ここに木があったがためにここにずっこけて大怪我するなんか、山の仕事しとったらね、よくあることなんで、皆さんも山で木を切られるときは十二分に注意して作業するようにしてくださいね。よっしゃ、よっこいしょ。これで切ったな。これまだ、あ、こいつまだ根がついとった。今ね、これ木みたいに見えるでしょ。これ木じゃないですよ、カズラですよ。カズラの根元、これが大きくなったらね、もう木と変わらんすわ。あの、カズラね、繊維質が豊富でね、なかなか切れんのですわ。いやー、けったくそ悪い。パーンと、お前。これ木じゃないんでね、切りにくいんよ。もう切れるかな。もう切れそうなので切れんのよね、このカズラ。はい、けったくそ悪い。よいしょ、切れた。よいしょ。よいしょ。これでカットした。あ、めまいがつく。カズラの怖いところはね、ここからですよ。ここから簡単に抜けてこせるんだけど、抜けらんねえよね、これ。はい。そういう時は、途中から分散して叩き切るんですよ。はい、はい、いいよ、いいよ。
はい、ああ、薪に座りましたね、この木は。せーの。ほれは。あ、いた。ああ、いた。ああ、やっちゃった。ああ、いた。ああ、やってしまった。さっきバチンと音がしたでしょ。あの時親指骨折したかもしれない。ああ、いった。はい。いかがでしたでしょうか。山仕事には危険がつきものです。はい。いきなりハプニング続きの放送事故になっちゃいましたけど、皆さん方は山でお仕事されるときに、くれぐれもこんな軽装備でやらないように、お願いします。はい、この動画がいいなと思われた方はね、高評価、グッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。山奥で古民家一暮らししてるのほんチャンネル TV でした。次回の動画お楽しみに。レディゴー。今、病院から帰ってきました。はい、先ほどの動画の中で、バキッと音がしたでしょ。うん。で、親指に激痛が走って、大田の上垣医院へ、早急で行って、見てもらいましたら、なんと、バキッて折れとって、うん。今、テーピング処理をしてもらって帰ってきたんですけど、骨の一番先端が、反動で跳ね返った木がバチッと当たったことによって、骨の先端が欠けた恐れがあると言われたんです。いやー、骨の先端が欠けたって言われても、ここら辺、途中が折れた分なら、添え木して、ぐるぐる曲げして、骨がくっつくまで、ね、安静しとってくださいって言えるんですけど、なぜ骨の先端ですからね、土下にもなりませんって言われました。はい。なので、1週間分のシップをもらってきたんですけど、ね、これよりも、ただのシップだけ、負けんのですよね。はい。普通だったら、この上に、サップでこうカプセル分でも、くれりゃええんだけど、これだけってね、これ、側から剥がれてくるんよ。まあ、そんなこんなで、皆さんもね、山仕事するときは、どこから何が降ってくるかわからないので、重装備で山仕事をしましょう。はい、ちょっとショッキングな出来事があったんで、ご報告させてもらいます。はい、この動画がええなと思われた方、高評価、グッドボタン、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。年末までにね、なんとか踏ん張って500人達成したいと思ってますので、応援のほどよろしくお願いします。自宅兼、YouTube スタジオから、のほんチャンネル TV がお送りしました。次回の動画でお会いしましょう。レディーゴー。